皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回はアズアズの練習問題を解いていきます。このアズアズというのは同じくらい何々という意味を表す表現でしたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう。括弧1番、私たちのチームは彼らのチームと同じくらい強い。この日本語に合うように英文を作るんですね。ここで同じくらい強いとあるので、強いという strong、 これを as as の間に入れて、 our team is as strong as their team。Our team is as strong as their team。 こうなります。括弧2番です。クミはグリーン先生と同じくらい上手に英語を話します。ここでも同じくらい上手にとあるので、この上手、 well ですね、この単語を as well as、 このように使って、クミ speaks Englishas well as Mr. Green。 Kumi speaks English as well as Mr. Green。 こうなります。カッコ3です。3月は4月ほど暖かくありません。ちょっと上の問題と違っていますね。何々ほど何々でないという時には not as as を使いました。ここではまず not、 その後ろに as、 その後ろに暖かいという warm が来て as、ね、not as warm as、 この順番に並んで much is not as warm as April。 much is not as warm as April。こんな英文になるんですね。では四角2を見ていきましょう。単語を並び替えて日本文に合う英文を作りましょう。括弧1番、私はケンと同じくらいの年齢です。この日本語に合うように英文を作るんですね。並んでいる単語は as、 ken、 I'm、 old、 as ですね。主語は私はですから I'm から始まりますね。 I'm、 そして同じくらいの年齢ですから、年齢を表す old を as as で挟んで as old as can。I'm as old as Ken、ね、これで私は Ken と同じくらいの年齢ですという英文になりました。括弧2番です。アメリカは日本の24倍の広さですという、アズアズを使って何倍というのを表すことができましたね。その時にはアズアズの前になんとか times のを入れました。これを使います。並んでいるのは、まず24という単語で、24。で、as、America、Japan、times、as、large、is ですね。主語はアメリカはですから、アメリカから始まりますね。America is as as の前に何倍というのが入るので、24倍がこの次にいきます。24 times で、as as に広さを表す large、これを as
熱々の間に入れて as large as、 これで24 times as large as で、これ24倍という意味の英文になります。で最後に Japan。 America is 24 times as large as Japan。 America is 24 times as large as Japan。 これでアメリカは日本の24倍の広さですという英文が完成しました。今回は as as を使った練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。